ジョージ・ウィルス・カーカルディジョージ・ウィリス・カーカルディはイギリスの昆虫学者である。半締目専門家であった。昆虫の学名にペギー・キス・ミー、ポリー・キス・ミーなどの学名をつけてロンドン動物学会から避難された。クレーター・ロンドンのクラッパムに生まれた。若い頃から博物学に興味を持った。1903年にアメリカ合衆国のオーム省のハワイ。 ザトウ栽培協会主権場で働くために、ハワイに渡った。ホノルルで、乗馬の事故で足をひどく骨折し、生涯、癒えることなく、サンフランシスコの病院での何度目かの手術の後、没した。王立昆虫学会のフェローであり、著書にザ h 九1 9 0 6リーフホッパース t h e i ナチュラルエネミーズ PT9 リーフホッパースヒミプター、 271から479、ヤザ1909カタログオブザヒミプター、ウィズバイオロジカルアナターミケルレイフレンスス、リスツオブフドプランツパラサイツがあり、非常に多くの新種や親族を記載した分類学の論文を執筆した。カーガルデが昆虫につけた学名は、オッチスム、ダリキスム、エイラッチスム、フロリキスム、イサッチスム、マリチスム、ナニチスム。 ペギッチスム、パリキスムなどで、ギリシャ語の綴りのチース名は、キスミーと発音され、おそらくはかつて恋中にあった、様々な女性名を前につけているように思われた。1917年に、ロンドン昆虫学会の会長を務めた、ウォルシンガム伯爵から、国際昆虫学会議に、この命名は伝統に従っていないので無効であると、文書で抗議された。 カーカルティのオーチェンリンカやヘタラプターなどのコレクションはロンドン自然史博物館、カンザス大学、ホノルルのバーニスピー・ビショップ博物館、ワシントン DC の国立自然史博物館に収められた。ありがとうございます。